たまにいるね。うん。今回も、だからそれがいたってことだよね。そうだね。なんか天井に張り付いてるやつ、首こっち見がちみたいな。うん。おはようございます。はい、七七六家のお時間でございます。あら、もう、あまちゃんモード。ね。もうずっと舐めてる。ずっと舐めてますね。かわいいマロちゃんが見れますけども。はい。ということでございまして、七七六家の七七六です。マコです。マルク様です。はい。ということでございまして、今回はこの二人と一匹でやっていこうと思います。はい。なんか マロちゃんさ、まあ今日今お昼撮影なんだけどさ、マロちゃんなんか、かわいいね、ずいね、あのお昼だとめっちゃ甘えん坊モード入ってて、多ぶ分1時間ぐらいここいる、ずっと。あん。うん。あ、と、ほんま？ なんか、じゃあ、いい感じで今日は引っかかれたりとかしないでしょうね、た多だ、分。なんかシフト制で別の猫来たのかなみたいな感じの、あの性格の違う感じがありましてですね。二重人格猫。二重格なんですよ。二ね。重猫格。二重猫格さん。はい。ちゅうわけでございましてね、今回もやっていくわけでございますけども。はい。今回は、Google ストリートビューでシーンスポット巡ろうぜ。やっていこうと思います。ね。はい。というわけでございましてね、企画説明しますけども、皆さんね、もうね、見てる方も多いですから、まあ、わかってるでしょうというところでございますけども、一応ね、行かせていただきますが、Google ストリートビューというね、まあ、機能がございますと。まあ、Google マップ上でこう写真が連続して、まるでそこのね道を歩いてるかのように見えるこのストリートビューっていうねビューがあるんですけども、そのビューでですね、こちらにいらっしゃいます、くまこさんが、ね、そのストリートビューであってもそこに映っている幽霊が見えるというね、方ですので、そのくまこさんに、まあ、様々なですね、我々が実際には行けないような場所の心霊スポットですとか、なんかいわくありスポットですとか、まあ、そういうところを Google ストリートビュー上で見て、で、そこになんか幽霊がいるかなというのをね、見て楽しんでいこうじゃねえのっていう企画でございますと、ね、いうところで今回も見ていこうと思うんですけども。ね。どうしよちょっと今回ですね、まあ、もしかすると、これ、名前で、あれってなる人もいるかなと思うんですけど、牛首トンネルというトンネルでございまして。おお、例によって知らないトンネルですね。あ、なるほどね。まあ、そうでしょうね。きっとトンネルとしては知らないだろうなと思ってるんですけど、なんか、牛首村っていう映画ああ、聞いたことある。あるんですよ、そう。ここで、牛首村とか、牛首なんちゃらっていうね、結構怪談話でもあって、まあ、都市伝説かな。で、まあ、いろんなのがあるんですけども、まあ、とにかく牛首という言葉の並びに、なんか、記憶がある人はいるんじゃないかと思っておりまして、で、実はね、これ、牛首トンネルと言われてる、このトンネルが、まあ、実在するんですよ。うん。で、そこもしっかり、心霊スポットですので、まあ、ちょっとその辺の話をしつつ、ね、まあ、ちょっと見ていこうかなと思っております。はい。でですね、牛首トンネルなんですけど、まず牛首村とのね、関連性の話で、牛首村という映画はモデルになってる実在の心霊スポットがあるんですよ。それが、この牛首トンネルでは実はなくて、坪野鉱泉っていう、めちゃくちゃ有名な、もう最強心霊スポットが富山県にあるんですよ。まあ、正確に言うと、あったって感じかな。もう今解体されちゃったかな、多分。そうなんだ。そうなんですよ。で、なんで坪野鉱泉がめちゃめちゃ有名かっていうと、まあ、もともと心霊スポットとしても有名なんですが、昔、2人の女の子が、肝試しに行ってくるねって言って、車に乗り込んで肝試しに行ったところ、行方不明になって、そのままずっと見つからないっていう事件があったんですよ。そう。で、実はね、これから近年、その2人の女の子の遺体が見つかったんですよ。もう何十年越しみたいな感じで。見つかった場所っていうのが、その、坪野鉱泉へ行く途中の、まあ、漁港というか、港の、まあ、その海の底だったんですよ。で、どうやら真相としてはね、まあ、いろいろ言われたんですよ。神隠しにあったとか、坪野鉱泉で、まあ、例えばね、坪野鉱泉ってまあそういう場所です、でもあるので、まあ、言っちゃあれだけど、ちょっと矢のつく人とかもいたりするわけですよ。そういう人たちに襲われたんじゃないか、ね、それで殺されてしまったんじゃないかとか、いろんな話があったりしたんですけど、どうやら、まあ、その事故で車ごと海に落っこっちゃって、亡くなって見つかってなかっただけだったようだったと。まあ、だけと言ってもあれなんですけど、まあ、事故ではあるんですけどね、大きな。
まあ、そういうのがあって、まあ、坪野鉱泉有名なんですけど、で、この牛首村という映画自体は坪野鉱泉がモデルであるらしいんですが、牛首トンネルっていうのも、まあ、富山県と石川県の県境にあり、おかつですね、なんか、石川と岐阜のなんか県境ぐらいにも、もともと牛首集落っていうなんか集落跡があったりとか、結構北陸の方に牛首という地名が割とあるみたいで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、この牛首トンネルもその県境、石川と富山の県境なんですけど、そこの県境のすぐ脇、石川県内のトンネルに面してるというか、トンネルが入っている地域っていうのが牛首っていう、まあなんか地域なんですよね。で、なんかまあ名前もね、牛の首なんでちょっと怖いじゃないですか。まあ、そういうのもあって、まあめちゃくちゃなんかこう心霊スポットとして名を馳せてしまってるっていうのがありそうなんですよね。ただ、ちょっと今回の、ね、牛首トンネルは、まあそうだとしても、まあ例えば、牛首トンネルに、まあ今あるのかちょっとわかんないですけど、お地蔵様が血を流すっていうね、お地蔵様があって血を流しているのを見たことがあるっていうね、目撃談があったりとか、あとはなんか老婆のおばあさんの霊が車に乗り込んでくるとか。うん、いや、怖っ。めっちゃ怖いですよね。しーちゃん、もう。これ車の運転免許を取ってる熊子からすると、うん、由々しき事態ですよね。由々しき事態だよね。なんか、おい、何勝手に入ってきてんだよって、事故る可能性ある。そうだね。もう現実的に事故る可能性あるからね。うん。っていうのがあったりとか、あと、なんか、落ち武者の霊が迫ってくるとか、まあ、いろんな、まあ、噂がめちゃくちゃもう、多種多様な噂があるトンネルではあって、短いトンネルなんですけど、まあ、地元でも最強と言われているような心霊スポットになってしまってるっていうのが、この牛首トンネルなんですよね。うん、で、実際ちょっとね、まあ、ここまでいろいろ話はしましたが、まあ、牛首村とは直接関係はないんだけども、うんうん、まあ、一応ね、牛首村の公式サイトで、モデルにしたわけじゃないけど、関連心霊スポットとして紹介されていたので、まあ、着想としては入ってんじゃないかなと。牛首って名前とかね。うん。とは思ってまして、そのまあ心霊スポットを見ていきましょうと。はい、早速ですけども、ね、ストビューを見ていきましょう。まじ、牛首だよ、牛首。なんか、マロちゃんにどんどん怖いの吹き込んでいくのやめてもらっていいですか？牛首とか言って、チュールの次に反応してほしい。なんか。やだよ。牛首をむさぼり食う猫みたいになってる。ちょっとやだわ、それ。牛首だって、ほら、ほらほら、牛首だよ、牛首。ほら、見て見て見て。うわ、なんかすげえめんどくさそうな顔してる。だるって顔で見てるね。はい、というわけでございましてね、ストリートビューで見ていこうと思うんですけども、牛首トンネルでググってですね、うん、出てこなくてですね。まあ、ちっちゃいトンネルだからかなと思ったんですけど、なんかどうやらトンネルの正式名称が違うと。あ、そうなんだ。牛首じゃないんだね。そう、牛首じゃなくて、なんか牛首トンネルっていうのは、まあ、俗称で、うん、正式名称が宮島トンネル、まあ、もうちょっとちゃんと言うと宮島隧道というトンネルなんですよ。で、なんで牛首トンネルって呼ばれてるのかなって、まあ、ちょっと思ったんですけど、どうやらその宮島隧道トンネルがあるところっていうのが牛首っていう石川県の、まあ、集落というか地域みたいで、その、まあ、土地の名前から取ってるっぽいので、まあ、決して牛首村にあやかって牛首トンネルに名称を後から変えたとかそんな、ね、ことは全くなくて、本当にもともと地元の人から多分牛首トンネルって呼ばれてる。でも正式名称は宮島トンネルっていうような場所なんですよ。ただ宮島トンネルでググってもなんかちゃんと出てこない感じだったので、牛首という集落で今ちょっと目印つけてまして、早速これをね近づいて見ていくとですね、この赤く囲まれているところですね、ここが牛首という、ね、石川県の集落なんですよ。まあ、じゃあ見て見て、牛首だって、牛首、ほら牛首が出てきたよ。牛首だよ、うん、めんどくさそう。めんどくさそうな顔してる。うん。そんなことより撫でろってですね。はい、わかります。すごい今、前足で要求したね。要求されてましたね。はい。というわけでございまして、この牛首という場所はですね、あるんですが、ここのちょうどね、県境のところですね。あ、本当だ、ね。こっち側が石川、こっち側富山って感じなんですけど、ここにあるこのトンネル、これこそが、宮島隧道なんですけども、ここがですね、まあ、さっき言ってた、もう多種多様な幽霊たちが出まくるという、心霊スポットになってると。というわけでございまして、早速ですけども、ちょっとね、見に行ってみようと思います。さあ、お、見て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 、雰囲気ある、雰囲気しかない。ね、早速ですよ、これ。ほらほらほら、ほら、怖そう。短いんだけどね、これ、なんかこうやって見る。でもなんかちょっと気味悪いよねっていう。ね、気味悪いね。おちゃんね、気味悪いね。おちゃん眠そう。うとうとで、あ、かわいい、うとうとしてるもん。はい、ちょっと来て、これ、なんか、現時点で見えたりとかする、なんか。
あ、見えてます、見えてます。ちょっとごめんね、毎日仕事するからね、寝言で仕事するから、ちょっと待っててね、ごめんね。めっちゃおる。ね、ごめんね、ちょっと待っててね、もうちょっと待っててね。はい。というわけでですね、はい。なんかもう現時点で、もう この段階から、はい、人情に張り付いてる女の人がいるんですよ。おお。で、今日だけちょっと特別編で、聞き手をマロちゃんに封じられて左手で書くというね、いつもより分かりづらい絵で書くんですけど、うん、もはやぐるぐるって丸するだけでもいいわ。本当？なんかここにね、うん、ここにね、うん、さ、分かる？首がさ、こう正面向いてるのに、はい、体はこう張り付いてる感じ。おー、なんか、要するに、正面向いてるってことは、なんかもうグニューンって言って、あ、そうぐるんって曲がってる感じ。おお、なんかあれやね、こうさ、天井に張り付いて首だけこっち見てるやつたまにいるね。うん、今回もだからそれがいたってことだよね。そうだね、なんか天井に張り付いてるやつ首こっち見がちみたいな。うん。これなんか撮影しに来てる人が気になってるってことだよね、多分ね。うん、多分そうだよね。うん、多分そうだと思う。完全にこっち見てるもん。これはさ、なんか怖い感じなの？見た目は怖いけど別にって感じ。なんか、うん、そこまでその呪いがとか怨念がみたいな感じではないです。うん、あ、そうなんだ。もう普通に天井に張り付くのが好きな人みたいな。へえ、天井に張り付くのが好きな人っているのかな。うん、なんだろう、透けてる風になったらもう重力関係なくなってくるじゃん。あ、こういうことできる私みたいな。はい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 。そういうもんなのか。わかんないけど。うん。まあまあ、なるほどね。じゃあ、まあ、この時点でこれ見えてるわけだ。ここに、うん、見えてる。はあ。これちょっとね、後ろちょっと振り返ったりとかしてね、若干そのお地蔵さんが気になってて、なんか血を流すお地蔵さんがあるみたいな。血を流すお地蔵さん？そう。っていうのがあるとは書いてあったんだけど、どうにもね、ちょっとこの辺だと見当たらないんですよね。お、だいぶ古い、なんか、苔むしてるけど。苔の蒸すまでって感じ。とりあえず入ってきますか、じゃあ。はい。で、俺入るとね、これがね、前にもあったかなと思うんだけど、本当だ、めちゃくちゃピンクになってるんですよね。で、こう進んでってもずっとピンク、うんうん、という状況でござんして、うん、ここでようやくまたちょっとね、明るくなるって感じなんですけど、この辺とかなんかいたりとかするんですか？ちょっとね、出入り口、あ、やっぱこっちだね。なんかその、うん、中入って、その奥にさ、うん、さっきの人のちょっと薄い影が見えるんだけどさ、うんうん、なんかね、手前はね、登ろうとしてる人がいる。あ、そうなんや。こんな感じで、なんかもう。なんか虫みたいだね。うん。なんか前世トカゲみたいな。これ、それはなんか女性なの、それ。いや、これはね、多分男性だと思う。もう顔が完全に壁に張り付いてて見えなくて。あ、この人はもうぐるーんってなってないんだ。そう。多分なんか壁にこう。この髪の長さは男性でも女性でも今の時代ありえるだろうなっていう長さ、格好も含めて。ちょっと男性だとやや長髪というか、そう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 、ちょっと長めの髪型なんだ。でも女性か男性かちょっとわからんと。うん。いや、これ、あれだね、両サイドってわけじゃないかもしれないけど、うん、まあ、ここは要するに、歩いてる人とか張ってる人とかいなくて、なぜか天井にいる人たちがいるって感じだね。これ何なんだろうね。こういうのなんかあったりすんのかな。いや、なんかトンネルの謎なんだけどさ、だいたいトンネル入ると上にへばりついてる人がいるっていう。でも結構いがちなイメージはある。まあ過去にもいた、まあ全部にいたわけでも全然ないと思うんだけど、うん、いることもあったなって感じがするので。そうそうそう。何なんだろうね、その張り付くっていう状態が。なんかこう歩いてる人にぶつからないのが天井に張り付くしかなかったのかな。なんか触れたくない人とかいるじゃん。ああ、まあ確かにそれさ、あんま考えたことなかったけど、確かに幽霊側ってさ、自分が気に入ってさ、そこに座ったりとか立ったりとかしてるのにさ、うん、そこにずかずか人間が通りまくるっていうの嫌な人も いそうだよね。確かに。そうそうそう。おお。なんかこうすり抜けられるのが嫌だっていう人用に、なんか天井っていうのが最後の逃げ道みたいな。はい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 。ああ、なんか確かにそういうのあったりすんのかな。なんか、うわ、なんかもう、こう通る、人が通る口来るからやめてほしいわーって言ったら、ちょっとこのトンネル攻めしとか言ってさ、なんかこう。そのノリで行くん。うん、でも、それ面白いなって思うけどさ、なんだろう。
なぜ張り付くっていう形になるのかなって、その彼らってか、その、まあ、さっきの女の人かな、最初に見えてた方の人ってのはさ、うん、首ぐるんってしてこっち見てるからさ、うん、表情はちょっとわかると思うんですよ、うん、驚かしてやるみたいな感じじゃないの、うん、うわ来たみたいな。あ、そうなんや。これね、ほんと面白いけどさ、うん、心霊スポットになってるトンネルって今まで結構見てきたけど、うん、なんかトンネルごとにめちゃくちゃ特色があるよね。ある。これ生きてる人間からするとさ、うん、あの、まあこれ私がまひってるのかもしれないけどさ、心霊スポットのトンネルなんて言ったら、まあ、どこも変わらんやろっていう印象なんよ、うん、あ、まあ、暗くてジメッとしててみたいな、音に中に入ると音が響いてみたいな、でなんか不気味な雰囲気あってみたいな、うんうん、まあ長さとか違ったりするし、いわくも違ったりするだろうけど、まあでもどうせ幽霊出るんでしょみたいな、うん、で大体あの車で入っていくと何かね、あの問題が起こるとか、うん、上から人が降ってくるとか、たたずむ人がいるとか、よくあるやつだろうってずっと思ってるんだけど、なんか幽霊たちはすごく差があるのかもね、こんだけ見え方が違うと。うん、多分差はすごいあるんじゃないかな。うん、なんかめちゃくちゃ個性あるよね。あと、あのこちらが生きてる側の人と、その透けてる側サイドで、多分ね、あのテンションっていうか温度差がだいぶ違うと思う、心霊スポットに対する。どう違うかな。あの噂がさ、なんかその大きくなりすぎて、まあ、真似する人もいるだろうけど、うん、実際にいるのはこっちはもうさ、恨みつらみを持ってるって思ってる側じゃん、生きてる側って大体。そうだね、まあやっぱり怪談とか怪異が好きな人間たちがすると、うん、まあ、絶対そういうなんか呪いとかあるに違いないみたいな思ってるわけよ、うん、なんか透けてる側見てると、すいません関係ないけどなんか噂になってたんで来ましたみたいな軽いノリっていうか。じゃあもうあれ、なんか、うん、あ、なんか最近流行ってるお店みたいなんで来ましたのノリなの。そう、あのタピオカ屋が流行ってた時の行列のような感じで。そのノリやん。ここすごいらしいよみたいな。ちなみにでもそれってさ、なんかその生きてる人間側のトレンドとちょっとなんか比例してないなって今まで見てて思ったんだよね。うん、なんか今回とか、まあ、ここのね、牛首飛んでるどうなのかちょっと分かんないんだけど、うん、なんかその話題になってるところとか話題になってないところとかあるわけじゃん。最近だと例えばあの犬鳴峠が、あ、はい、あの犬鳴トンネルの部分が、まあ、犬鳴村っていうね、あの映画が出たこともあって、久しぶりになんか脚光をまた浴びて、うんうん、まあ、すごくこう心霊スポットあそこじゃんみたいな感じになったわけだけど、うん、そういうなんか生きてる側のトレンドってあるのよ。うん、うん、でも生きてる側のトレンドと結構無視してるなと思ってるんだけど、うん、それ何なんだろうね、そういうのって。なんなんだろうね、多分なんかネットワークが違うんじゃない、生きてる側はさ、その SNS で情報を集めたりとかする。確かに。それとはまた別で、うん、もしかしたらインターネットが発達してなさすぎて遅れて流行来るとかありそう、うん、そうだよね。幽霊たち、あのこれ怪談の世界 あの、まあ、セオリーなんだけど、あの幽霊って、うん、その怪談の世界だとデジタルに強いんだよね。あ、うん、まあ、これはあの貞子とかもさ、その記録映像で残ってたりとか、うん、でそれがその伝播していくみたいな、映像で伝染していくみたいなあるじゃん。で、あとなんかまあ他にもさ、ホラー映画とかでもさ、結構最近になればなるほどさ、デジタル機器を通して怖い目に遭うみたいなよくあるんだよ、うん。まあもうだいぶ前だけど、着信ありとかね、2000年代だったら。だからそういうのがあるわけじゃん。うん、だから怪談の世界では結構デジタルとか電子機器に強いというか、幽霊は影響してくるっていう印象があるんだけど、うん、実際の熊子の見てる幽霊たち的には弱いのかな。なんかあれだよね、多分もう10年20年したら、そのデジタルに強い人たちが透けてる蚊として出てくる感覚。なるほどね。今出てくる人はスマホとかない時代の人たちか。もう多分そうだと思う。あのスマホじゃなくって、あのパカパカ携帯の時。はいはいはい、はい、はー、なるほどね。ガラケーギリギリ知ってるっていうのは多分その世代だと思うんだよね。はい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 。あ、え、面白い。パソコンよりもワープロが普及してたからとか、うん、インターネットがまだ全然繋がってなかった頃のね、だったりするから、だからあれか、幽霊たちの中の口コミなのか知らんけど、うん、口コミとか、あとなんか街中にいた時のなんかの流れみたいな、うん、あのビジョンなんかあれね、あれじゃん、すごいビッグビジョンみたいなあるじゃん、うん、ああいうの見たりとかして、あ、なんか、へえ、こんな場所あるんだ、行ってみようかなみたいになったりとか、うん、あと噂話聞いたりとかなのかな、わかんないけど、うん、多分そうだと思うよ。なんかあとは、うん、あの心霊スポット流行ってるからって集まってきた人間の背後の人たちがそのまま取り残されて、あ、そうだわ、そのパターンあったね、そういえば、うん、じゃあこれもしかするとここの今回のね、この牛首トンネルに張り付いている女の人とか男の人とかも、うん、
もしかするともともとは誰かの背後霊だった説がある。そうだと思うんだよね。置いてった可能性があるってことか。置いてったか自ら残ったか。はい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 。かまあ外から普通にやってきたか感じか。うん、なんか面白いね。だから心霊スポットっぽいところに行けば行くほどそういうの なるわけじゃん。うんうん。今度さ、これ、まあ、なんか、例によって例のごとくさ、七代系あるあるのさ、僕、う、が、ん、撮影中に次の企画考える、みたいなやつ、またやっちゃうんだけど、考えたのがさ、心霊スポットでもないし、うん、幽霊の目撃談がゼロみたいなトンネルって多分あると思うんですよ、全国。ああ、うん。もう地元でも一切噂になってない。あんな出るわけねえじゃん、そこに、みたいな。見たことねえよ、みたいな。そこのトンネルと、何が違うのかなっていう。うん、なんか、はい、幽霊が いるのかいないのか、そもそもなんかその差があるのかとか、なんかもうトンネルを普通に使ってる関心のない人たちが使ってるかと、もうここ目的来ましたみたいな感じのなんか人の関心度によるんじゃない、うん、なんか、ああなるほどね、うん、うわそれ確認してみたいね、ちょっと、ね、あとどっかのなんか最強トンネル、心霊スポットトンネルなんか5選と、うん、全く心霊出ないトンネル5000みたいなので比較してみるみたいな、ちょっとやってみたいですね、どこどこ。ああ確かに、うん、まあ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 そんな感じで、まあこれとりあえずでも見てる感じ、まあその張り付いてる人がいるくらいってとこだよね、うん、でこなんか石川県側、これ多分こっち側から見るとなんか別に何もこうやって見ると全然なんか怖い感じない、まあ上が開けてる感じもするし、なんか別になっていう感じはするけど、なんか富山側から見るとちょっと怖いな。富山になんかあんのかね。富山側に。富山県に。あ、でも壺の構成も富山だしな。おお。あ、じゃあ富山のせい。富山のせいかだったらちょっとなんか県民から怒られそうなんですなんかですけど。はあとか言われそうです。でこれさ、お地蔵さんがあるってさ、噂で書いたのにさ、どこにも見当たらないんだよな、これ。ストビュー場だと。とか上とかなのかな、これ。登った先とか、まあでも少なからずこうやって中に入っちゃうとピンクになっちゃうのでね、うん、ちょっと全然これだと分かんない感じですよね。あ、これもライトつけてんだね、ちょっとね、暗いから。これ車で走ってる感じですね、多分ね。なるほど。はい、というわけでございましてね、今回は牛首トンネル、まあ、正式名称は宮島トンネルでございましたけど、まあね、ちょっと見に行ってみましたとね。まあ、本当はね、ちょっと壺の光線ってね、もう一個のね、富山最強の心霊スポットの方見れたらよかったんですけど、まあ、なんかそちらはですね、もう解体されてるっぽいのと、あと、そのストビューで出てこない。そうなんだ。んですよ。まあまあ、ちょっと多分場所が場所だからとかいろいろあるんだと思うんですけど、結構ね、そういう、まあ見れないとこも多いんで、ちょっと今回は見れるところとしてね、牛首トンネルをね、見ていきましたけど、まあここもいろんな噂がある割に、なんか幽霊が少ないなっていうのがまずいいとしてあったのと、あとなんかあんまり怖い感じもなくて、まあもしかするとちょっとあんま人々の関心がね今向いてないような、うん、心霊スポットになってるのかもしれないなと、うん、まあ、実際のところどうなのかちょっと分かりませんが、まあそんな感じでございましたと。はい、というわけでございまして、今回の動画面白いと思ったことということでね、ボタンお願いします。そしてご感想等よかったらコメント欄にいただけたらと思います。よろしくお願いします。そしてですね、よかったらこれを機に七代家のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃまたね。よいしょーい。あれ、まろちゃんは、まろちゃんね、今違うところで昼寝してます。もう飽きたのかな。もう飽きたっぽいです、今日は。さすがやな、もうさすがまろちゃんって感じだね。はい、どうですけど、うん、お猫様なので、いたしたい。すっげーなんか止まってる、クマコが。あ、怖い怖い怖い、めっちゃ止まってる。あ、怖い。え、嘘。え、動いてるよ、七代さん動いてるよ。マジで今なんかめちゃくちゃ止まってよ、クマコ。あ、ほんと？ずっとぬるぬるしてる。あ、ほんと？マロちゃんの呪いかな、これ。怖っ。いってらっしゃい。